はい、それでは今回もやっていきたいと思います。いきましょう。こっからもう早速いますね。やった、彼女が基地で待ってる。まさかお前また上級任務かよ。サボってるわけじゃないでしょ。だろうな。たく不公平だ。まあなんていうの、兵士が彼女だと会うのに都合いいんだよね。まあいっぱいいる。そうかい、覚えとくよ。上にもいるな。やば、スカーが近くまで来てる。奴らをぶっ殺してる音かもな。ねえ、みんなを基地に招集してるんでしょ。アイザックは市内を根こそぎ取り戻すつもりらしいぜ。あいつらに攻撃仕掛けるんだって。なわけあるかよ、前回どうなったか知ってんだろ。アイザックだってバカじゃねえ。だってそう聞いたし。とりあえず周りから調べてみましょうか。あ、そこにもいますね。あいつやれそうだな。ああ、いやー、すごいいる。めっちゃいますね。どこに行くんだあいつ。よし、あ、やばいやばい、危なかったね。あ、いや、こっちがいいな。わあ、犬、犬は嫌だな。あいつは最後にしよう。あの上にいるやつどうにかしたいね。いや、届くかな。やべ、やってみよう。やめろ、デルク。あ、やべ、攻撃されてんぞ。あっちの方が力だ。バレてない。中庭をしっかり調べて。敵がいるみたい。何か見つけたかも。何か嗅ぎつけた。え、ワンちゃん。ああ、やばい、匂いが。ちょっと待ってね、あれ仕掛けるか。そのまま行って。多分こっち来るでしょ。消えちゃった。何か見つけた？こっちは平気。よし、行くよ。仕掛けたのに、せっかく。わあ、トラックの下とか。ちょっと待って。あ、そっちも行けるんだ。ワンちゃんと一緒に来て。あの、あー、嘘でしょ。危ねえ。じゃあこれ
回回収して、あいつっていうか死体があるからな。あ、やばい。多分来るっしょ。やつがここにいるぞ。やば。来るよね。来たよね。違う違う、なんでそっち。ワンちゃんが来ると思ってさ、ここに登ったんだけど全然来ないね。一番近いのは、どれ、どっちも同じぐらいだな。あー、犬いるね。いるけど匂いはねたどれないな。よし、飼い主を失ってしまったね、ワンちゃん。ワンちゃん来るかな。あ、来ないな。ワンちゃん、ワンちゃん、どこ、ワンちゃん。そのまま行っちゃったな。よし、ワンちゃんやったぞ。あとは奥の方に一人いますね。プレッサーはあと2発ぐらいで壊れちゃいそうですね。よし、弾がある。あ、これ作れますけど使うかな。他のところもう調べてみましょうか。あそこにもいますね。こっち来るな。やっちゃいましょう。よし。
声がするね、左の方から。建物の中ですね、多分。この上、あ、はしごありますね。これ以上持てない。ここから病院に入れますね。ここから入っちゃおうか。真正面から入るよりはね、こっちから入った方がいいよ。いますね。あ、待って待って待って、そう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 、こっち向いてるのか、あいつ。暗くてよく見えないんですよね。こっちに呼ぶか。一人じゃないんだな。何もなさそう。ああ、見られちゃったな。僕は見られてないんですけど、敵が倒れる瞬間見られちゃってますね。落ち着いて。挟み撃ちにする気か。いやー、これタイミングどうしようかな。あ、これはあとこっちのやつは来るでしょ。あれ来ないな。余裕だね。よし、矢が欲しいんですよね。作るか。作れない。作れなかった。あ、危ない。気配が。調べてくれ。冗談だろ。またやられた。今すぐ止めるんだ。そんな騒ぐな。いけるか。いけそうですね。よし、やった。もう何もないよね、拾うものは。よし、 OK、 行こう。とりあえず1階から制圧していきましょう。あ、いるね。こっち来るかな。こっち来るね。やばいやばいやばい、こっちにもいる。ちょっと危なかったね、今。
2人目はヘッドショットでしたね。が止んだってことはもういないってことですね。じゃあ探索しましょう。なんか持ってるかな。お、ライフルの弾。さっき入ったよね。思ったよりは広くないね。もうちょっと広いかなと思ったけど、あ、でも広いか。こっちもあるもんね。よし、じゃあ奥行ってみようか。こっからは、あ、やっぱ行くのは向こうなんだね。開けようとしてた扉。うん、何もないっすね。じゃあ、あそこの扉のところに行きましょうか。発電機とかは壊せないのかな。ちょっとやってみようか。あ、壊せないですね。次はここかな。上は行けないもんね。人の気配が全くないですね。下にいたやつらが全員かな。必要なものリストみたいな。あ、声がしますね。あ、音楽か。
ならあんたなの。ダクトから行く感じですか。声がしますね、他の人の。あ、いますね。顔が見えない。そもそも警備がダルなせいでアビー逃げられた。ノラ、あいつがノラか。アビーがいたってこと。バカにすんなよ。あいつがどこに行ったか吐け。アイザックに何か聞かれたら私は思ってること伝えるから。好きにすればったくくだらない。ノラ、巻き添えはごめんだからだ。あの部屋に、ね、入りましたね。行きましょう。ちょうどいいとこにいましたね。静かに。それ置いて。久しぶり。ねえ、覚えてるでしょ。何の用？アビーがいたよね。どこに行った？知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。でもあんたは殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ？叫び声にうなされる。何？毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す！誰か！侵入者だよ！誰か！ねえ！これ追いかけた方がいいんですよね。ノラ！逃がすもんか！ああ、じゃあ違うとこか。撃って！あれどこ？暗い。あれ？こっちか。待ちな！逃げ場はないぞ。
これでバレちゃうんじゃない？エリーが大丈夫だ。殺せ！マスクつけろ！なぜ電源が入ってる？どうでもいい。やばい、クリッカーがいるね。ちょっと音を立てたいね。ああ、これでクリッカーが怒り出したよ。あーやばいやばい。あー、バレた、バレたけどそれどころじゃないね、あいつらは。どっか逃げたね。一人残ったね、多分。ちょっと待ってね、作れる作れる。他の奴らもいるんでね、多分こっちにいないかな。クリッカーは1匹かな、これ。振り返るなよ。これでバレたかもね、エリーが平気なの。で、あの一緒に落ちた子はね、多分感染しちゃったよね、あれで。これ何、どこから出んの？こっちか。あ、違うか、あの子が逃げた扉か。あそこから出れるのかな、多分。うん、瓶か、一応拾っとこう。何もない。よし、じゃあ行こうか。吸ってからすぐ、なんか聞こえるね。あ、すぐあれなんですね、進行するんですね。あれ、これどこから行くの？あ、こっちか。こっちから聞こえる。
そっか、ここ一体もうダメだもんね、どこの部屋行っても。こっちか。アビーはどこ？なんで王子吸ってるのに。あんた、あの時の。あんた、ファイアフライ。ファイアフライなんてもういない。アビーはどこ？行ったところでどうせ私を殺すんでしょう。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい？あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの？でどうするの？友達を売るつもりはないね。選択肢の余地がもう資格を押すしかないのか。もういいでしょう。もうやるしかないのか。私、ウリー、大丈夫？お前それ誰の血だ？あいつ見つけた、この水族館。そう、ほら体拭こう。腕を上げて。
口を割らせた。ほら、もう大丈夫。どこにも行かないで。エリかわいそうだな。ここはあそこですか、ワンの最後の場所ですよね。なんか話がね見えてきましたね。アビーは多分そのワンの最後でね、ジョエルがエリをね病院から助けるんですけど、その病院にいた関係者の娘だったのかな。でその復讐を果たすために、ジョエルを殺したのかな。そうなるとエリーも関係してきますよね。きっと自分を責めることでしょう。ジョエルが死んだことも、アビーがねそんな風に苦しんでたことも、まあわからないですけどね。結局エリーも納得いかないから、こうやってね見に来たんでしょうね、自分の足でね。はい、まあとりあえず今回ねこの辺にしようかなと思います。またねよかったら見てください。お疲れ様でした。バイバイ。